はい、こんにちは、ポポンプグニャンラジオですということで、まあ、やっぱり東京都知事選のですね、まあ、情勢調査っていうのが、まあ、昨日の晩からね、まあ、今日の朝にかけて、どんどん出てきていると、共同通信と毎日新聞と、産経新聞とフジテレビですかね、これ全部一緒なんですけども、によるとですね、やっぱり舛添さんが先行してて、その後に細川さん、宇都宮さんが追うっていう形で、まあ、4位に玉上がね、来ているっていうことなんですけども、まあまあやっぱり、舛添、細川、宇都宮の、戦いになってると。だから1位が舛添、2位が細川、3位が宇都宮ということでね。まあだからね、やっぱり本当にその、まあ、事前のね、まあ情勢調査の結果通りっていうことで、まあこっからですね、まあどこに、投票したらいいかなというふうにね。まあ、これで投票行動、どういうふうにしたらいいかなというふうに、まあ、もう、分かってきた人もいてるかなと思うんですよね。まあまあ、別にそれについてどうこう言うつもりは、まあ僕はないですし、まあ例えばですね、まあその勝てそう、こっちに乗っとけみたいなね、そういうのもあってもいいと思いますし、まあやっぱりこっちで行くというね、名前は出さないですけども、そういうね、投票行動があってもいいと思うんですよね。まあだからやっぱりね、そのまあ昨日ね、生駒玲子さん、画家の生駒玲子さん宛てに小出弘明さんのメールがありましたけども、まあやっぱりね、同じ脱原発同士でね、潰し合うようなことはね、やめてほしいと、小出さんも書いてましたけども、まあ、やっぱりその、お互いがですね、こう、認め合ってというか、全体の脱原発運動を盛り上げていくことがですね、まあ、やっぱり都知事選でもいい結果を出せる、ことになりますし、まあ、今後の脱原発運動にとってもね、いい、こう流れができると。まあ僕はまあ結果はね、まだ序盤情勢ですから、まだまだ、これが変わることはあり得ると。まだ 40% の人がですね、投票先を決めてませんから、まあ巻き替え、まだ2週間ありますからね、都知事選ってね。だからまだまだ、変えれる、ことはできるだろうと。まあこの情勢調査を見てですね、投票に行く人が増えたらいいなと。まあ思いますんで。だから、まあ僕は何が言いたいかというと、まあ、もしね、結果があれだったら、あれって何やねんって感じなんですけど、まああれだったとしてもですね、まあ例えば、自民党内でね、脱原発、原発推進とですね、分かれると、まあ亀裂が入るっていうね、まあそれがまあ政界再編、いろんなところにもう影響がね、まあ出てますから、エネルギー基本計画にもですね、まあ、原発を重要なベース電源っていうのはなんか変わらないみたいなんですけども、まあ、なくしていく方向だみたいなね。1% でも重要だみたいな、なんか、むちゃくちゃやなっていうような、まあ、ことを自民党は、都知事選でですね、原発が争点になったことで、それぐらい、こう、影響が出てると。まあ、いう意味でね、僕は細川小泉の、立候補っていうのはね、すごく、で、前に出てきたっていうのは、まあ良かったと思いますしね。うん、だから決してね、潰しちゃったらいかんと。やっぱり、やっぱ協力っていうか、共闘っていうかですね、まあお互いをね、認め合ってそれぞれ頑張って、脱原発票をですね、投票率上げてね、増やしていくと。まあ舛添も一応脱原発って言ってるんだから、まあそれもね、ひっくるめて合わせればですね、まあ総得票数もすごいことに、ね、なると思いますし、まあだからまだまだ、こう、挽回できるチャンスはあるかなと。2週間でね、まだ序盤なんで、まあだから本当にね、まあ小出さんも、すごくね、やっぱりね、まあ今回ね、多くの方がもうすでに小出さんのね、メール、生駒玲子さんへのメールっていうのを読まれたと思うんですけども、まあやっぱああいう考えに立たないとですね、勝てるもんも勝てませんよと。っていうふうに僕は思うんですけどね。
まあ、勝ち負けっていうよりも、まあ、やっぱりどういうね、戦い方をすればですね、安倍政権の暴走を止められたり、脱原発につなげられるかっていうのもですね、やっぱり、そういうことですからね。でお互いを揉めてたら、そんなうまくいくわけはないわけで、まあ、ここでね、まあ、よく、考えていただいて、まあ、都民の方はですね、まあ、投票行動に、まあ、活かしていただいたらなと、まあ、思いますし、まあ、東京都の問題っていうのは、原発だけではないっていうのもね、ありますからね、本当に。やっぱり争点の一番というのは福祉とか、そっちの方に当てたりしますんで、だからね、こう、こっちが正しいとか、あっちが間違ってるとかね、そういうことでは、決してないし、そういうことをやればやるほどですね、安倍政権が利すると、いうことになると、松添さんがね、ということをね、やっぱりよく考えないと、いけませんよ、ということはね、まあ、言っときたいですね。